完全スコヤ、マイティスコヤ、プロトラクタースコヤは工具の一種。精度が求められる直角の確認と金属に手書きをするとき、木材に墨付けするときに使用する。実規格では直角定規が実 B7526 に定められている。関連する止め定規、プロトラクター、自由スコヤについても同時に記述する。同様の工具に指のりがあるが、 スコヤは指のりより小ぶりで目盛りがせいぜい15から18センチメートル程度である。多くはステンレス製で表裏ともに目盛りがついており L 字型の形態のもの。主として模型制作のような比較的小さく精密な寸法を要求される工作作業の際に寸法を直接読み取りながら材料や工具の直角を出すためのガイドとして用いる。 指のりとは異なり、表裏ともにメートル法に基づく目盛りが刻まれている。指のりとの大きな違いは、指のりは、縦横方向とも薄い金属板からなるのに対して、スコヤは短い側の辺の作りが土台のようになっていて、その直角になる部分の根元から長い側の辺を土台に食い込ませている構造になっている。指のりは、対象物に対して、 線上に接触するだけであるため凹凸による精度は曖昧になるが、スコヤは台側を基準面となる定番のように凹凸まで含めて精密な平滑面に密着させながら、残る辺で新たな手にや線、面に毛きや位置の確認などを行うのに用いられる。このため、指のりは計測する際に短い辺も長い辺も外側部分を当てて計測するが、 スコヤはまず台側を基準面に密着させてから計測したい部分に当てて使うことが多い。両者ともに直角を測るための道具であることから、スコヤを指のりのように使うことも可能である。上記で説明したスコヤは流通上、大月スコヤという名称である。土台のないスコヤの外見は小さくて丈夫な指のりのようになるため、スコヤといえば大月のものを指すことがほとんどである。 使用用途に定義はないが、木材を取材料とする職人がスコヤを使うことは少なく、鉄などを取材料とする職人はスコヤと指のりの両方を使い分ける。スコヤの語源は直角を意味する英語のスクエアがなまったものとされている。神話測定、ユニ世紀、新潟世紀、松井精密工業、大西測定、バーコ。ありがとうございます。